ト制でもちゃんとファイトしてるの。こいつはやばいよ。注意された方がいいよな、これ。これありだもう。いや、なしだよ。注意された方がいいよ、マジで。なんかなしだって、わかんない名前。いや、俺マジでなしだと思う、結構。いや、さすがにってなる。チームの中で一人だけ違うとかあったら、まあわかるじゃん、消去法で。まあはいはい、全員わかんないと思う。倫理ぐらい真面目なの。あ、ロームか。ジョイボーイとロックリーおる中で、ニワトリって。なんでヒヨニワトリなの？もうヒヨコから来てんのか、名前。ちょっと成長してるやん。そういうことで。成長したってことで。まあ、兄さんとかでも言うとそうだけど。アモネットもいいとこ取れた。やっぱ黒は早いね。謎設定が始まったわ。何が起きたの？え、これトスってね、フォーゲルは。ワンピック取ったんかな。まあ、いいか。グリあるぞ。グリ来てる。グリ来てる、グリ来てる。おぉ！うぇー！飛んだくね？全員飛んだ。えぐえ。うわ、ナイツーシャー。いやね、エルジはね、マジで勝てない。何をどうあがいても勝てない。エルジは。絶対いっちゃダメ。スプ読みなんかな。もうね、マジで、2ピックと、いや、2ピック取ってもいけないわ、もう。いや、でも、ここを接敵はちょっとナンセンスだな。お前らどうするん？そういえば。ジョイボーイ？お前、こっから勝ったらすごいよ。あー、いいじゃん、いいじゃん。いや、いいわ。ジョイボーイ。そこ5-5しかないね。それしかないよ。やっぱり差が出てくる。行け行け行け、お前ビートンちゃうぞ。行け行け行け、何マジで。あ、でも耐えれるかもみたいな感じで一旦耐えてんじゃん。あ、また当たってないかな。あ、確かにケツ買ってる。え、アンチエグイス石門くらい全石門やエグイスアンチ。いや、もうこれ行くしかないっすよ。ちなみにこれさっき取ったのだけでしょ。一番左のそこの、ああ、はがり実は。ああ、マジ理想今。うわ、でも、いや、理想じゃないこれ。耐えたら、あ、りんちゃん。あ、マフラーきてるな。でもさ、あれさ、先取られててさ、焦るけどさ、なんか、ロー先生すごい。うまい。うまっ。いやまあこれポンチやな。いややばいマジで。何カルラ勝っちゃうの？15キル。えぐ。でもないよな。これでもグレ警戒ないな。そりゃそう。カルラが。割り切れ割り切れ早いけばが。グレ持ってあるんだったらもうちょっと待ってもいいけど。あ、いいとこ取ってんじゃない？これ。これマジグレス取ったらあるよ。これマジ神ゲーだこれ。耐えれば、耐えろ、知らないのが大事。よっぴー、位置がえぐい。グロい、やばい。グロい、もうグロい。あー、グレー飛ばされたか。いや、でも抜いてるよ。ワンチャンスリバイブ入るんじゃないの、これ。え、これ、モサガリキあるよ、これ。蘇生は？いいとこ、いいとこ。ホーネットも3枚。これ、パモコさん、グレー。あー、やばい。わかんない。竜のグレー刺さるかも。竜もあるよ、これ。あ、でも、クイズ。20キル。ナイス残し。ああ、ええ、なにこうなったら、なにカルラがあんの。いやだからカルラが2対1対1。いや待て、いや1対1対3。ああ、ホネット。いや、そこでやり合ったらもう、いや、タモコさんがね、スーパーキャリーですか。ホネット、ホネット。いや、もっと早く気温ない感じするけどな。いや、そうですよね。つまり、ほどきさん、カルラの強みはどこですか？まあ、聞いたんよ。で、最近調子いいけど、変わったんって。うん。したら、なんか、2人だけ立ち回りについて、オーダーとサブオーダーみたいな形言ってたんだけど、はいはいはい。あ、確か入ってきたやつはそろそろ慣れてきて、みんなで立ち回りの意見言えるようになってきたからって言ってた。立ち回りこうしようとか、なんか、全員がサブオーダーできるようになってきたからって。あ、じゃあ、オーダーっていうオーダーはいないってこと？まあ、わかんないけど、いないんじゃない？あんまり。わかんないけど。まあ、誰かは決めるけど、まあ、他の人も決めるときあるみたいな。提案する選手が増えたんだって。なるほどね。いやー、これ抜かれたのかな？あ、言われてますよ。正直、ローガイズはポイント制で上がると思ってた。いや、簡単じゃねえかよ、とんの。俺、普通に一発で上がると思ってたよ。いや、なんか昨日一発で上がりそうだったけど、ミスったんだよね。あ、ミスったんだ。あ、なんか先発したでしょ。そう、先発した。で、まあ、次もまあ別に、あ、この調子だったら上がれるだろう。まあ、上がっちゃったよね。普通に。いや、いいね、その続きでしょ。
マジポイント制とかさ、クソ緊張するから嫌なんだよな。キヨさん、キヨさん、はい、昨日負けた理由あんたが 2v1 作んないからで、コロナと一緒。いやいや、あれ俺降りるボタン押してるからこうやるラブね、あれ、うん、いやでもさ、降りるそれでもさ、なんか降りようとかさ、あそこどう降りるかとか事前に喋ってなかったじゃん。いやいや、まあまあでもこれやろうって言ったら、まあ、これやろうはわかるけど、でもキューラー目の前来たら降りるよとか一言言ってるだけで、まあ、降りなかったらわかるけど、そういうコミュニケーションもないからどっかでやらかすよ。それはそれ、じゃあ俺もね、ちょ降りるつもりで言ってんけどな、降りられへんかって。とにかく絶対なんか 2v1 作る意識増してる。しかもエイムもクソひどかったからな、近距離するって分かってんのに。いやだからさあ、ないやんて。エイムも持ってる時点でもうダメ。まだよ、マジでお前エビガールやったら俺バチ切れするかんね。てめえさ、近距離になるって分かってんのになんでやろうってんだっつって俺が。あれはぶっちゃけ歩みした俺、正味たまたまがしゃあない。しかもタカちゃんが勝ってたらさ、次小屋にグレ入れれるんよな。俺もわざわざ救助しに行かんくてよかったよ。お前だって、倒して、ステイできたのに周向かってったもんね、味方の方に。やばい、うん、体力3、4割で。大丈夫だ。勝ってたな。もうワンチャンに行くんじゃないわ。俺出てね、何今俺の写真あったんだけど、今誰よ。全体ないでしょ。本当にじゃあ、さかのぼってみ、さかのぼり。彼ら俺の写真悪用してるやついるよ。ちょっと、似てる、めちゃくちゃ似てる。めっちゃ悪用されてんだよ。こんな似てることある、バレ似てんねんけど。やばいこいつはマジ、彼ら早くもうなんかプロ返上してほしいやマジで。他人の写真めっちゃ悪用してんだけど、来季じゃね？来季。見てみ、似てるよ。こういう系統の髪型についてマジで珍しくない？フェードでしょ？フェードだね、あいつは。フェードしてるやつだっていねえもん、プロで。1個前のやつ、三笘さんに撮ったのに。あそこからさ、あっちに行く？髪型普通。ドア開けたくね、今だって。うん、あいつがいい、はい、ぶっ壊れ、この時マジで補給物資行け、言われる。意味がわからん。いや、まずそうだよね、でもマジでマジで意味わかんない、この武器。結構やばいよ、この武器。いや、本当に終わってる、この武器。AUG で、マジで AUG が通常湧きしてるみたいな感じだよ。マジで補給物資行ったのに強すぎる。リロード遅いとかさ、武器チェーンした時にめっちゃさ構えんのが遅いとかだったらさ、まだちょっとわかるよな。マーク60みたいな感じ。それでも使う人は出てきそうじゃね、全然こう発射レートなら。そういうデメリットはあるべきだと思う。いいとこだ。あと、弾数が少ないとかね。ああね。そうだとみんな使わないんじゃない？ MK5 みたいになっちゃうから。まあ確かに。いやさ、ウジよりさ、多分ダメージと発射レート高いんじゃね？リロードも速くて。よくわかんないけど。完全上位。発射レートはすごいんじゃない？まあウジの方が高いか。いやまあそれに近いけどさ。そんぐらい壊れてるよな。ズバリチャンピオンシップは堀さん優勝目指してるんですか、もちろん。まあそれはね、とりあえずでも出れただけなんか悔いは残らないからいいわ。じゃあ堀さんチャンピオンシップが終わったとしても小山の続けんの？わかんない、まだ。まだわかんないんだ、やっぱり。うん。でも確かにチャンピオンシップ終わりってちょっと熱がクールダウンしてるよな。まあ、それまでにめっちゃ頑張ろうみたいな感じになってるからな。オフシーズンではないけど、ちょっとオフモード入っちゃうよね。今回なんかみんな頑張ろうって感じじゃなくない？今回なんか言うてみんなね、なんかあんまりな気する、ね、なんか沖縄旅行行ってるバカとかいるしさ。いや、ちなみにでも俺、あの、小屋時間めっちゃ多いです、ほとりさん。もういいやろ、チャンピオンシップ前旅行行ってるとか。どう思った？正直、シュート気を、あのくん。正直。いや、なしだな、マジで。俺は風邪ひきながらでも滝修行したし。じゃあ別になんか、小屋しないで、そんなやっぱ言われた。突っ込んでやれよ、お前。突っ込んでやれよ。滝修行って言うとるやん。